体を一つなる美しい世界、あらゆる生命たちとあらゆる鉱物さんたち、あらゆる意識によって生まれたこの分子の世界をなんて素晴らしいんだろうと思いながら、共に生きる、大切にして生きる、尊んで生きる、あらゆる物質さんも意識を持っていて、あらゆる生命さんも意識を持つ、創造主の意識の粒子でできている素晴らしい世界だというふうに捉えた人々の国であったと、まあ私は捉えてます。またその人たちに対しての話もする気もないんです。なぜかというと、あらゆる人が神の子で万物の子で、それをそうやって生きなければ、彼らは彼らでそれを罰するでしょうし、僕が何かを言う必要もないからです。ただみんなが愛で生きてほしいし、それに目覚めてほしいし、そんな素晴らしいリーダーになってほしいし、もう残虐なこともやめて、腐敗したこともやめて、命を無駄にすることや自分の美しさを台無しにすることもやめて、みんな幸せに、世界中の民を幸せにするようなリーダーになって、みんな美しい世界を作るようにつくづく願います。それではまた。